はーい、おはようございます。ただいまね、9月の26日月曜日、ただいま8時10分。おはようございます。さあ、前回ね、岐阜県瑞穂市で積んで、でね、まあ、動画にはねしてないんですけど、そっからね、金曜日北陸へ行ってね、降ろして、で北陸から土曜日着でね、愛知県江南市の方にね行って降ろしてきました。で、あとはね、そっからからでね、会社に帰ってきて、で土曜日のね昼からと日曜日と、はい、十分にね休んでおります。まあ、今回もね3連休やったんですけど、まあ、自分は 1.5 連休そんな感じでね、はい、休んでおります。でね、今日今月曜日ね、朝方から会社から出てきて、今から北陸、富山のね、富山県の方でね積み込みなんですけど、なんとね、今回からちょっと仕事がね変更になります。まあ、急遽ねちょっと変更なんですけど、とりあえず1ヶ月か2ヶ月か、もしくはもうちょっと伸びるかなってぐらいなんですけど、ちょっとね北陸、まあ北陸とか富山からね大阪から富山っていうね、ちょっと定期のお仕事がね、ちょっと会社社長からね、うちの社長からちょっとお願いってことでね頼まれたので、ちょっとばかし1ヶ月か2ヶ月もしくは3ヶ月かな、その間にねちょっと定期のお仕事になります。まあ、今回はねちょっとご報告がてらこんな話をしております。まあ、急遽ねちょっと社長からねお願いってことやったので、まあ全然自分の方はね全然大丈夫ですよってことなんですけど、ちょっとね、まあこの期間の間は他のね地域へはちょっと行けないので、ちょっとご了承ください。なのでちょっとね、自分初めてやる便なんですけど、北陸から大阪便っていうのね、ちょっと初めての仕事なんですけど、とりあえずね今8時10分ですけど、もうちょっとしたらコンビニの方でねちょっと休憩して、で、あと昼からちょっとお客さんのところでねちょっと講習を受けなくちゃいけません。とりあえず荷物の扱いやら、あとやり方やらいろいろねちょっと教えてもらわなくちゃいけないことがたくさんあるんで、まあ、昼からねちょっとその講習をしてからの積み込みになります。さあ、今回はねちょっとお仕事変わっちゃったよってことですけど、よいしょ、まあその間ねちょっと今の仕事を頑張って、はい、とりあえず早くトレーラーさせてくれっていう思いでね仕事したいと思います。とりあえずね社長からもうちょっと待っとってって言ってね、あのトレーラーもうちょっと待っとってって言って言われてるんですけど、絶対乗させてあげるからってことでね、およそ700メートル踏切です。とりあえずこの今の仕事をちょっと雇ってくれってことなんですけど、まあ社長からのね頼みなんでね、まあ、断るわけにはいかないんですけど、とりあえず自分は早くトレーラー乗させてくれっていう思いがあります。まあ、でも今のねちょっと状況じゃね厳しいですから、仕事がね
ね、トレーラーの仕事を探すのも大変でしょうし、ね、買うのもね、結構高いですからね、トレーラーは。まあ、とりあえず自分はね、仕事を見つかったらもう早くやりましょうって言って、で、中古でもいいんでお願いしますよって言って言ってるんですけどね。まあ会社も厳しいですからね、今の状況はね、燃料も上がってね、え、結構苦しいとは言ってるんで、それをね、無理してもらって、ね、買ってもらおうとしてますからね。なのでトレーラーはちょっともう少しね、仕事が見つかり次第なので早く、ね、見つかってほしいですけど、まあ、とりあえずこの1ヶ月か2ヶ月3ヶ月どのぐらいになるかな、よいしょ、まあ、その間はねちょっと頑張っていきたいと思います。さあ頑張ろう、仕事頑張るぞ早くトレーラーに乗させてもらえるように頑張ります。さあではね、ちょっとばかし休憩ポイントで休んで、あとはねちょっと受付して、講習して、積み込みして、はい、で大阪向かっていきます。さあではね、今回はちょっとご報告っていう ね、本当はトレーラーに、ね、乗れますってご報告したいんですけど、ちょっと違う仕事になるよってご報告でした。自分もね、早くトレーラーに乗れますって言いたいです。あ、ちょっとバカしい、ね、大型の方で頑張りますよ。さあではね、ちょっと4時間の休憩してきます。まあ次ね、もうペペッと休んで、で講習受けて積み込んで、であとね大阪出発って感じですね。まあその出発までね、もうペペッと行っちゃいましょう。では後ほど。富山の積み込みが終わりました。ただいま夜の7時30分はい、とりあえずね、あれから昼一にね受付して講習して、でね、また4時間ぐらい休憩してから積み込みしましたなんと今ね、4時間の休憩、今2回分しております。よいしょ。でしかもね、今からあの高速指定でね向かっていけるらしいので、もうねありがたいお仕事になっております。まあ、ちょっとね早くこのね定期のお仕事ね覚えなくちゃいけないんですけど、まあ、ちょっとねいろいろ他のドライバーさんもね見えたんで、ちょっといろいろ教わりながらこれから頑張っていきたいと思います。でしかもね、なんとこのお仕事ほぼほぼ朝下ろして夕方済みになるんですかね。で大阪の方もね、なんと朝下ろしてで夕方になるんですかね。そんな仕事になっております。なのでこれからね、なんか夜の走行がメインになっちゃいますね。ほぼほぼ昼間はね、朝下ろして昼間は休憩して、でとんでもって夜積んで夜走るって感じです。
これをね1ヶ月か2ヶ月やらなくちゃいけないので、あ、まあメインがね夜の走行になっちゃいますよ。まあそれでもねちょっと頼まれたお仕事なのでちょっと頑張っていきたいと思います。さあ今ね積み上がったんで、とりあえず富山西インターからね乗ってくれっていうね、その高速指定もね入ってるんで、まあ、それから行きましょう。さあとりあえず名古屋西、名古屋じゃないわ、富山西インターまで、はい、向かってきます。では頑張ってきます。左方向です。まもなく発見所です。その先、分岐を左方向です。まもなく左方向、金沢方面です。その先、ハーフです。